ゼロ距離？盾をハゲ一発で終わりか？何があった？昨日しずちゃんとホテルに入っ、やったよ。それがどうしたの？ゴミすぎやりすぎくどすぎ、あったまてんがてんが、帰れ。なんじゃわしか、横浜流星かと思ったわ。死ね。ペロはね、私がまだ赤ちゃんだった頃うちへ来たの。私のためなら命がけで戦ってくれた。そのペロを、そのペロをペロッと食べちゃった。ヘイサイコパス。5名様あちらの席へ、3名様こちらの席へ、1名様のお前はこれでも食え。ぼっちに厳しい。いちごよ。いちごだわ。いちごだね。ざわざわ。え、いちご？話しなさい。これは決めの答案じゃないんだよ。執念えぐ。お腹が空いただろ、僕の顔を食べ。チンコやん。金玉だけだと歩きにくいから足返してよ。タヌキみたいになっとるやん。先週は炙るタイプだったけど、今日は紙に巻いて吸うタイプだよ。ワクワクさん、今日もワクワクできそうだね。あへー。みんな知ってると思うが、昨日のびが引き逃げされました。幸い足が骨折しただけなので、今は廊下に立ってます。鬼か。のび太くんおめでとう。もう君にはかなわないな。ありがとう。でも僕が欲しいのは点数じゃない、知識なんだ。まだまだ頑張れなくっちゃ。えぐこの女。ひゃー、劇場の周りを行列が取り巻いている。ダメだよこりゃ。大丈夫だってば。のび太だけは席を2つ。はい。だろうな、ガキが調子乗んな。う、重い重い。よろよろ、ずしん。わかったわかった、会社休んでいいからしょうもない演技しないで。見たない、こんな親。一眼レフだぞ。子供でこんな高級機を持ってるの僕ぐらいのものじゃないかしら。すげえな。本当にすごいわ。いつもドラえもんの道具を見ているのに、そんなものを自慢できるメンタル。見てこいカメラ。で、なんだってんすねよ。あのね、足のマラだよ。あら、病気かしら。重症や。とどめの膝蹴り行くわね。やっぱ。お風呂にする？ご飯にする？それとも、うっかい？帰れ、イソジン。リルル？あ、あの子リルルって言うのね。言いづらいから豚って呼ぶわ。女王様？今日も段取り通りでお願いします。めたい。一問目。何が君の幸せ？重いわ。君はカレーを作り上げて結構手間暇かかる。でもそれだけで愛情が湧くんじゃ。食パンなんぞ切れば終わりだからな。後ろ、これで。ダブルクリックを2回押せばいいの？そうだよ。普段からそうしろよ。確かに。絶対言わなそうなこと。こんにちは。あ、どうも。カワオくんなら耳まで残さず食べるはず。これは犯人の工作です。そしてかすかに残るスパイスの香り。ほな、あいつやないかい。すごく楽しい。どこが？すべての黒幕が食パンマンと仮定したら、すべての辻褄が合うようになった。ほな、あいつやないかい。で、やっぱり痛かったんですか？その、初めての時って。もうすっごかったわ。名前はトンボなのに、あそこはチャンポよ。俺の方がで、この84円のおにぎりを君が舐めるだけで1200円になるんだ。さあ、さあ。ええ商売やな。おっと、ここでドラーカード。臓器を一つ提供しなければなりません。えぐ。両津のバカはどこだ？おう、違和感なし。静まれ！お前や。サメが見た最後の光景。ブルルルル。パンパンとアンアン。カメラ止めて。パパ、帰ろう。パパ何してんねん。僕は弱い人間です。もっと強くなりたいです。たまにいじめられた。弱。ひるかちゃんの言った。早く道具出せよ、お団子。という寝言が気になって眠れない。大丈夫、本音や。